再会ということで、ちょっとあのパート3の後ろの方は黒歴史だな。子供の声を出そうとしてなんか気持ち悪いことになってたな。やっていきます、パート4、スノー実況パート4、アザラシです。どうも、はあ、びっくりした。え、何、早く早く早く、電話だ、ガバ、うるさい、はい、もしもし、いつもですけど。え、おはよう、すがすがしい朝よ。はあ、朝の体操始めましょう。はい、おいちに、さんち、おい、両手を前に。お前は誰だ。背伸びの運動。おい、一体誰なの。はい、目が覚めましたか。声の時点でつぐみってわかるようなもんだから。次は朝ごはんですよ。これ出していこう。つぐみでした。ペン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 、つぐみさん、まさか今のがモーニングコール。変わったコールだな。すっかり目が覚めたぞ。このまま起きるか。のそのそと布団を畳み始める。うー、寒。部屋の中にいても吐く息が真っ白だもんな。エアコンやっぱないんだな、この部屋。こたつはあるけど。すでにエアコンの、エアコンあんじゃねえか。ならもう、こういうあれだったらもうエアコンつけっぱにして寝るわ、旅館とかだったら。初めからエアコンつけっぱで。部屋にいるときはそうはしないけど。ね。ちょっと待って、俺エアコン今さっきつけたはずなんだけどな。あんまり暖かくない。部屋が暖かくない。暖房なんだけどな。龍神村か。それにしても10年ぶりにここに来たからかな。妙な夢を見た。落ちてきたアンマン型にオロオロしてる夢。それにあの幼い女の子はスミノ。やっぱりスミノと10年前に会ってるんだ俺。思い出したんだ。もうちょっと優しくしてあげましょう。あら、かなたちゃん起きてたの。落ち着いた声ですね。さっきのモーニングコールのコールの、まあ言えないな。なんかマイクを前にするとテンション高くなる人っていますよね。いますよね。マイクを前にするとテンション高くなる人いますよね。俺だ。あらあら、でも今日も旅館はお休みよ。まあね、ちょっと街をぶらついてこよう。街をぶらついてこよう。なあ、天気いいし。そうね、今日は暖かい方よ。そうなの、そうなのかってなんか年上の人にそうなのかとはなかなか言えない。全く地元の人は慣れてるんだろうけど俺には答えるよ。あらあら、かなたちゃんそんなに寒いの。盛大に。あらあら、寒がり屋さんね。いや、寒いのはきついでしょう。でもそれじゃあ先が思いやられ、2月3日だしね。寒さはこれからが本番よ。確かに2月の中頃が万年雪だから、真夏でも雪が降るし。どんな気候だよ。はあ、大昔はそうでもなかったらしいけど。大昔って、この土地に伝説があるでしょ。ほう、そうなのですか。あらあら、そのことも忘れちゃったの。何も覚えてねえ。ヒレンの伝説。ヒレン、そうなのか。あらあら、あらあら、全然思い出せない。いいわ、まあいいわ。とにかくその伝説によると、ある出来事があって、それ以来この土地はずっと万年雪になったらしいのよ。万年雪ってそういう言葉だ。そういう意味の言葉だっけ。だからそれが秘伝なのよ。シベリアとかあの辺だったら万年雪だ。グリーンランドとかそういうことなのかな。ああ、これはあれだな、一見日本を描いてるように見せかけて実はあの北欧とかシベリアとかあの辺のことだ。そうなのよ。北欧でもあれか。ないのよ。万年雪にならんか。まあ、グリーンランドと言っとこうか。北極に近いところあたり。何せ水着が着られないんだからな。水着は着られないかもしれないけど、露天風呂で、混浴の露天風呂で、うひょひょなイベントが。そんなわけで、この寒さはまだまだ続くのよ。水着ってさ、水着ってやろ、ビキニの水着をイメージするからさ、おーって思うけどさ、おーって思うけど、ビキニの着ないよな、なかなかって思うじゃん、と思うじゃん。
でも実際海とか行ってみたら結構ビキニの際どい感じの水着を着てらっしゃる女子の方いますよね。朝ごはんよ。すごい度胸だなって思う。男だったらなかなか、まあ男は上半身裸だからまああれか、それに比べたらと思うけど、でもあれだな、はい、並べてね。そうは言っても下はあれだもんな、トランクスみたいな、トランクスじゃねえわ、なんて短パンみたいなあれ着たりするよな。男で言ったらあれはあれだろ、ビキニの下って言ったらビキニの下と同程度のさ布地のことで考えたら、男だったらブーメランパンツみたいだろ。それやっぱ恥ずかしくない、恥ずかしくないって思うけど。はい、どうぞ。ご飯をたくさん食べて。何の話をしてたんだ俺は今。でも個人的にはビキニよりもなんかあのなんだろうな、チューブトップみたいな感じの、違う、あのバレー、バレービーチバレーの服みたいな水着が好き。こうなってこうみたいな、わかりにくい、説明がわかりにくい。昨日の料理も良かったが、この朝食もうまい。というかつぐみさんさすがおかみだな。おかみが作ってんのか。もっしゃもっしゃも、ああもっしゃもっしゃもっしゃ発射もっしゃ、俺だってなれればちょっとしたもんよっていう発射もっしゃ。ギャブレットギャブレについてるやな。今日さゆりさんのところにスパロボの、スパロボでしか知らん知識だ。エルガイムのことはあんまり知らん実は。そうそう、いつも何かというといろいろもらってるし、俺だってなれればちょっとしたもんよって、あのなんかあの放電のそのお礼に攻撃してくる。お送りしようかと思って。あんまり強くない、別にいいけど。お得意様から届いたんだけど、うん、ごそごそ、みかんと柿一箱ずつ。どうした、重、あらあら、あ、まあ、これぐらいの、これ美味しい、これぐらいしゃべったら、あの右下でなんか書きながらさいけますわ。これちょっとギンプは立ち上げられないけど、しなくても立ち上げるか。うちはうちで、そうでなくて一緒に運べないぞ。あらあら、心配しないで、かなたちゃん。ギンプ起動中、台車があるから。台車なんだ、じゃあいけるな。お願いね。あ、ダメだ、ギンプを、ギンプをマウスで立ち上げるとよくないんだった、すっかり忘れた。はい、台車。ここでかぶってんのか、これが。こちょこちょしてますね。雑貨店までの道のりってわかる？640か480。妊婦のいいところはですね、ウィンドウが分かれてるんですね。こういう風にツールボックスとウィンドウが、だからこういう風な実況しようってなった時に、ね、実況で使おうってなった時に、お試しね、お試しでちょっと見せていきますよ。実況とかで使おうってなった時にこういう風にかぶせられるんですね。完全にかぶれたら隠れないか、ちょっと見えにくいな。ちょっと待ってよ、これぐらいかな。ほぼ白の、ちょっと大きさが欲しいな。表示倍率を、200はでかすぎるかもしれんけど、こうするともう全面真っ白じゃん。だからここに書くと、白い画面にっていうように見える。しかも今はマウスで書いたからこうだけど、あーやっぱダメか、筆圧感知してないな。今いつでもお絵描きできるんですよ、実はお絵描き実況ができる。お絵描き実況のスタイルは取れる。ただマギンプでやろうとしたらちょっとこれがね邪魔くせえな。思うだけどさ、こっちで右下で絵を描きながらさ、しかもこっちにも目を配りつつさ、そんな器用な実況できるやついるのか。器用すぎるだろそいつは。しまったぞ、台車の車輪が雪を巻き込んで。
思うように進んでくれない。台車にこうミカが積まれてるってことだな。あ、台車だ。なんだそんなに台車って。お、楽ちん楽ちん。台車ってどういうやつだ。台車、このイメージであれだけど、あの一輪車だけど。お兄ちゃん、僕をお菓子屋さんまで運んでよ。お菓子屋さんまで。私、おじいちゃんの家まで。俺ん家まで一っ走りしてくれや。殺せ、殺せ。やかましい。ダメだぞ、お兄さんが困っているじゃないか。メイコ、かわいい。あ、先生とこメイコ姉ちゃん。先生とこ。早く台車から降りな。はい。じゃあね、メイコ姉ちゃん。常識人っぽいだろ。先生によろしくね。常識人ではなかった気がする。命拾いしたな、兄ちゃん。台車、こういうイメージ。こうか、ここのところがこうね、もういや、台車のイメージで描きたかったんだけど。命拾いしたな、兄ちゃん。命拾いしたな、兄ちゃん。リボンがでけ。こんにちは。こんにちは。さようなら。さようなら。はい、さようなら。来た。なんだろう、見知らぬ少女が立ち止まって俺を見てるぞ。帰った。は？あの何か。なんで生きているんだ貴様。は？落石事故で死んだはずだろう。葬儀の手配をしたはずだぞ。ね、君は一体。私は医者の。ああ、事故った俺を見た医者の娘さん。あいて。公にするな、娘じゃないんだ。ふーん。息子？嘘。冗談だ。胸の膨らみがありますが。そんなわけないだろうが。どっからどう見ても女優だろうが。女優ではないのだ。失礼な。娘ではないんだがな。うん。なんだこいつ。訳がわからないぞ。また横に何か仕込んでおく。再び台車のハンドルを握ると引きずって歩き始めた。助かってよかったな、スミノのおかげだぞ。え、そうなの。お前スミノの子供だ。本気にするな。してない。というか、いい加減しろ、スミの知り合いなのか。さよう。さよう。オラフ十兵衛、参上。なんだその絵。ごめん、メイコ。お待たせだよ。お。完全に私事なんだけどさ、金髪のショートカットが好きなんですよ。自分は、アサラシはね、金髪のショートカットが好きなんですよ。で、頭の中でいろんなゲームのキャラクターとかで金髪のショートカットのキャラっていたかなと思って、金髪のショートカットで好きになったようなキャラっていたかなって頭の中で思い浮かべて、自分のヒストリーを紐解くとメイコになるんだな。え？こいつの刷り込みのせいか。これのせいで俺は金髪のショートカットが好きが好きで好きが高じてモガが好きとか
そんなことを公言してるのかな。そんなホームじゃ受け止めたことにならん。自分のルーツはここに行くのかな。そうか、そんなに金髪のショートカットっていなかった。転がる女性を受け止めてこそ男。うるせえ。ならばその受け止め方にも作法がある。なんだこのめんどくせえキャラは。あれ、ほんまに金髪のショートカット。ああ、転がる女性を受け止めるときにはこうお姫様抱っこ状態じゃないといかん。いろんな作品に追ってきてるわけではないけど、金髪のショートカット、こうこう違う。ああ、こうほら、ひざまずいて。金色のガッシュベルのガッシュ、違うな。ガッシュは金髪でショートカットだけど違うな。ガッシュ早いぞ、スミノ。使い回し。ガッシュ、ガッシュじゃないよな。もう少しゆっくり転がってくるのだ。そんなの無理だよ。ガッシュ書こうと思ったけど失敗した。失敗してもうぐちゃぐちゃにしちゃった。はう、頭がグワングワンするよ。そのうち治る。治らん。えん、ありがとうだよ。あれ、どうしてかなたちゃんがここにいるの。今頃気づくなよ。わーい、かなたちゃんだ。これ今気づいたけどさ、なんでこう被るの。ね、これが一番前にあると思ってたんだけど、メイクの方が前にある。え、かなたちゃん家にいつもそうなのかな。登場人物の方が前に出るのかな、この日付のやつよりも、ね、いつもそうなのかな。今回たまたまなのかな。二人はその振り際ですか。同級生。あのね、メイコはね、橘メイコって言ってね、お医者さんの娘なんだよ。さっきそれなんか否定してたぞ。カナタちゃんを見てくれたのはメイコなんだよ。こいつ素人判断。まあ貴様ごときに親を呼ぶまでもないって感じだ。その判断が間違っとったんじゃないんでしょうか。メイコのお父さん、その時往診でいなかったんだよね。いい加減か。それでとりあえず応急手当ならメイコもできるから、それが来てみたらもうすでに死人だった。その判断が間違っているんじゃないでしょうか。ダメだよカナタちゃん、メイコ献身的に見てくれたんだよ。お礼言わなきゃ。献身とは、そういう手配が着実に進むほど周囲の目からも死んでたように見えたんだろう。仕方ないといえば仕方ないが。スミノ、ん？カナタさんとはさっき偶然会って、まだあの話はしていないんだが。うん。そうなの？何の話でしょうか。あのね、カナタちゃんの回復を祝って今から私ん家でお菓子作るんだよ。それでできたお菓子を届けようと思ったの。うん。カナタちゃんの今日の予定は何かな。あ、ちょ、ブラブラです。あれ、じゃあカナタちゃん、うちに来る予定だったの。予定ないからね。なにこれ。みかんと柿、昨日の俺だって。つぐみさんが、わあ、ほんと。カナタちゃん、特に語ることもなく死んじゃってるな。つぐみさん、話を聞きたくてというか、普通に進めてるだけになっちゃってるな。じゃあパート4まで来ると私の家でお菓子食べるよ。多少疲れ疲れとか言うまい。出発だよ。なぜか奇妙な組み合わせでスミノの家に向かう。言うほど奇妙じゃないんじゃないかな。よくわからない子だな。到着。やれやれ、あと着いたぞ。昨日の間、台車は全くその機能を果たせなかったな。どういうこと？台車ってなんだ？ただいまーだよー。台車ってあれか、こういうやつか。こういう、ちょっと待って、書いたやつ、邪魔するぞ。書いたやつをご覧いただきますので。おかえりなさい、かなた。あ、飛ばしちゃった。うん、
なたちゃんとつぐみさんからお土産もらったよ。おや、なんでまた。こういうやつかが台車って、この上になんか乗っけてみかん箱とか乗っけて運んでたってことなのかな。台車、手で押す。昨日のお礼だって。でもさ、雪道だったら台車も難しくない？いやね、そんな気を使わなくていいのに。まあ大根とかメロンとかやったらもらってたからね。キリがない。じゃあ登場人物が増えてくると、あの主人公喋らなくていいから楽だよな。あーとか言ってきて。お客さんが来たら呼んでくれるかな。お客さん来ないんじゃないかな。逃げるでないぞ。コミュ障かなこの人は。絶対不気味だぞあのメイコとかいう女。というかスミの友達選べよ。さっきの話だが。うわ、何を驚いている。いや、べさっきの話だがな。はい。カナタさんが助かったのはスミノのおかげだ。うん、って言われても。この村に竜神の社という神社があるのだが、 あそこには言い伝えがあって、願いが本当に叶うというものだ。はあ、ば何を真顔で言い出すと思ったら。カナタさん、なんだよ。落石事故にあった日、スミノはあそこでお百度参りをしているのだ。カナタさんに助かるよう一心不乱に願ったらしい。なんか重くないんだけどさ。いいか、このせいでなんか。カナタさんは助かるはずのない体だったんだぞ。百度参りをしたらなんかいろんな願い叶うんじゃないかって刷り込まれて自分の記憶の中に。それが今はどうだ。傷跡すら残っていないじゃないか。記憶の中に100度回りの効果すげえっていうのは素のやった癖で刷り込まれてるな。スミノの願いが叶ったかどうかは私にもわからない、うん、だがカナタさんが助かったのは事実だ。サンって言われてるんだけど年離れてるのかな。確かに俺は事故にあった。ひどい傷を負ってた気もしないでもない。それなのに傷一つ残ったのは確かに不自然だ。だから助かったのか。スミノはカナタさんが再びこの村に帰ってくることを。まあね、これね、現実じゃないからファンタジーだから多少起こりえないことも。10年ぶりにようやく再会できると喜んだのもつかの間、あの事故だ。うん、二度とスミノを悲しませるなよ。重い。じゃあここで一旦切ります。22分45秒47秒とかなんでね、一旦切ります。もうキーのいいところまでは行きますけどね、このまま撮り続けてね。一旦切ります。二度と隅の悲しませるなよっていうところから再開します。